こんばんは、わしです。今日は肩関節の筋肉についてお話しさせていただきます。え肩関節には、屈曲伸展、外転内転、外旋・内線え、水平内転、水平外転の動きがあります。え肩関節の筋肉には、三角筋、大胸筋、後背筋、右甲腕筋、大円筋、小円筋、棘上筋、棘下筋、肩甲下筋があります。 それでは一つずつあの筋肉の図を見ながら説明させていただきます。まずこちらが三角筋です。肩関節の外転、屈曲、伸展、水平外転、水平内転、外線内線の動きに働きます。続いては大胸筋です。こちらは肩関節の水平内転、内転、内線、屈曲の動きに働きます。 え続いては、後背筋ですえ。こちらは肩関節の伸展、内転、内線の動きに働きます。はい、続いてこちらは、え右向腕筋ですえ。こちらは肩関節の屈曲、え極極水平内転、内転の動きに働きます。え続いて、大円筋です。こちらは肩関節の伸展、内転、内線の動きに働きます。 続いて、小円筋です。こちらは肩関節の外線の動きに働きます。続いてこちらは曲上筋です。こちらは肩関節の外転と外線の動きに働きます。はい。続いてこちらが曲下筋になります。肩関節の外線、水平外転の動きに働きます。続いてこちらは肩甲下筋です。 肩関節の内旋、水平内転の動きに働きます肩関節だけで屈曲伸展外転内転外旋、内線水平内転水平外転といった動きがあるので次回はこの動きについて説明させていただきたいと思います以上ですありがとうございました